はい、今日はいっぱいあるので早足になりますけど紹介していきますね。あちらの影に隠れてる大きいのが女性林、レモンベリー、スイートプリンセス、メビナー錦、カイカイサ、ブラッドスワロー、ここで葉っぱに模様が出るタイプです。ブラックローズ、ヒアリナヒロ×コロラーダブレンディティ、じゃあブランディティ、いいピンクです。ビューティフル&チャーミング、ちょっと高級レッドタン、夏にダメにしましたけど葉差しでなんか増えてます。ジゼル、フローラ B、めっちゃ可愛い、チョコレートムース、クリア、クリア、どっちでしょう。ソーフレン×メキシカンジャイアント、ソーフレンの要素の方が強そうですね。ブロディティティ、ラタム、ポトシナ、メキシコポルデンシス、ビアント、ヒュミリス、黒爪ザラゴーサ×チワワエンシス、リトルコンチ、ファイヤーピラー、ルエラニシキ、ミス松ぼっくり、ムーンストーン、レティジアゴールド、アガボイです。サンタバーバラ未生、青龍ハイブリッド、ルピードナ、夏に紅葉するタイプです。ホワイトローズ、ソーフレン×ラウレンシス、パンジー、リボをちょっとどいて、ブラックスワロー、ブラックの要素はないです。ホワイトザラゴーサ、ピーチキャンディ、ローズマモンド、もう一つジョセリン、大きいジョセリンと小さいジョセリン、アボカドクリーム、ロカ、ムーラン、グリーンペッパー、ピーマン、モーニングデュー、刺さらない、モーニングデュー、ラメア、もう一個ジゼル、ジゼルとジゼル、星影、ブラッドブリアナ、イラスト、はい、出てきた名前長いやつ、ペレスデラロサエ、カットしまくってるので全然頭がちっちゃいです。アップルベリー、シレット、黒バラ、パンダ、これが届かない、ファビオラ、ファビオラ、ヘル、
花月をかけるサラヒメボタン、スノーディーン、間違えた、スノーティーン、スペードA、大きくなりました。パンダプリンス、パリダプリンスかけるピクシー、パリダプリンスかけるピクシー、黒爪ザラゴーサ、コロラータリンズやら未勝、ローラ、ブラッククイーン、ラズオンベリー、リンゼアム、ノーテス、レント、もっと赤くなる子です。ヒアリナラパス、メキシコポルデンシス、いい感じ。プロリヒカと黒爪ザラゴーソ、来た来た来た、呼びにくい、サンチスメオラダエ、サンチスメオラダエ、呪文みたい。ブルーミニマ、ジェイドフェイス、野生コロラータ、野原の精、ティンクルスター、ホワイトワン、ホワイトワンですけどピンクです。ピンクなの伝わるかな？すごい粉。出てきました、シルエット、 A ピンク、 A ピンクです。ローズガーネット、名前どこ行った、クラウディア、クラウディア、ザラゴーサ×チワワエンシス、クララ、エボニー×サラヒメとチャーミーブルー、かっこいい紫系、これ名前忘れた、オビフェルムだったかな、オビフェルム、パキです、パキ。月影ハイブリッド×シャビアナ、ペレグリナ、フリフリ。ただいま、鉄火に変身中、ピンクパンダ。サラン。プレシャスソング、賛美歌。シークレットガーデン、まん丸です。ザラゴーサ、赤爪の方のザラゴーサです。レッドエボニースーパークローン、あ、破けちゃった。シムランス、アッセンシオン×ジャッカル、 AK マリア、レッドナイト、谷友さんとお揃いで買いました。ラフィーネ、チワワエンシス、マカベアナ、ニシキ、シレット買ってました。桃太郎かけるアガボレットかけるコロラータ、どう変化するのか楽しみです。アガボイレスかける
プリダニス。これもまだなんか成長してそうです。グリーンアップル。タツタ。アイシパープル。ハオルヤ。ハオルヤ。次がファルラック。ヒューミリス×ラグジュアリー。はい、読みにくいよ。アメチヌ、アメチスチヌム。アメチスチヌム。プックプク。七福ミニかける黒爪ザラゴーサ。かわいい。コタロウ。コタロウと、誰だ。ピンウィールかけるピーチス&クリーム。交配種なのでね。顔がそれぞれ違ってくるので、あくまで参考にでお願いします。清月、清月、はい、この子がよいしょ。養老かけるサラヒメボタン。ここに隠れてるのがエクスパルチカ×銀名色。よく増えます。葉差しでよく増えます。これが真珠姫×ヒアリナジロ×メキシカンジャイアント。大きいないです。よいしょ。ピンクザラゴーサ、スリョン。今年は紅葉なしかな。スリョン、デルル、お気に入りのデルル、かわいい。エッセンス、この子はね、こう真ん中らへんが紅葉する子ですけど、今ただの白くなってるだけですね。もうちょっと伸びしろありますよ。エッセンス、ラズベリーアイス。めちゃくちゃ可愛くなってる。ちょっと見ない間に可愛くなっている。はい。パープルエボニー×コロラータ2でいいのかな、呼び方は。ザクロ。全然大きくならないザクロ。コロラータブレンディティ、ブラックタン。我が家の高級苗ブラックタン。はい、読み方は分かりません。なんとかティティティってやつ。歯に模様が入るタイプ。ミティティティみたいな。わかる人いたら教えてください。ベンバです。ベンバです。この子は谷子さんの裸足さん。ベンバです。ピンクスポット、レティジア、氷山、オレンジシュガー。最近可愛くなってきました。むゆっていっぱい詰まってる。ちっちゃい小型のエケさん。オレンジシュガー、フロリアナ。伝わるかな、この蛍光な感じ。伝わってほしいな。フロリアナ、コロッキ、サバンナピンク、サーター。この子も可愛い。冷静な×甲骨のハスの花。読み方合ってるかな。
ツンツンやし、ピンクやし、かわいい。はい、チャッパ。パラムサ。また出ました、シルエット。ラウレンシス。ピンクスポット。また出ました、ピンクスポット。ピンクスポットと、ピンクスポット。ベリー。ピンクチップス。クリスマスキャロル。ココシャネル。プリズム。めちゃくちゃかわいい。初恋。また折れてる。ブレイブ。百均の大和姫。ピグレット。コリーナ。アリエル。なんて呼ぶ？読めない。ほぼ。ホールオブファット。むぎゅむぎゅ。テレッセーナ×サラヒメボタン。ピュアラブ。ゴーストマス。ピンクグラクーム。ピンクグラクーム。スカーレット。ミセス・リチャード・ニシキ。チワワ・エンシス。ソン・ヨン。ファイヤー・ピラー。ザラゴーザかけるレモンベリー。チョコン。チョコン。ハミングウェイ。ハミングウェイに。またあった。ブラックローズ。ウクリンさんのお肉増やしたいの。ブラックマリア×白鵬。紅化粧。これ好きなんです、紅化粧。アルジェ。ラミレーテ。ちゃう。うん。待てる。ラミレーテ。桜ドロップ。ホワイトグレイス。チャールストン。エルサ。エゲリア。ピーチ姫。ブロンズ姫の不入りです。ピーチ姫。アメリカマリア×ラズベリーアイス。ラウリンゼ×ザワワ。クリスマス、うん、なんて呼ぶんだろう。美女付き。わ、読み方分からへん。これは視聴者さんからいただいたピンクプリティの鉄火かなって言ってるやつです。きっとこれはデントラチェム。シャビアナ・ペレグリナシムラス。ヒラヒラ。オンスロー。ブルービーツ。デザートキャメル。ジャッカル。モーニングデューのコカブさん。シャルルローズ。ハカズがすごい。
こっちか。チャーミング。ちゃう。ビューティフル&チャーミング。2個目。ピンクネーション。これがトランペットピンキーからのワイルドコロラータ。氷山の小株にアイスシティ。コロッコロ。で、エンジェルフィンガー。エンジェルフィンガー。白雪姫かけるラウレンシス、メキジャイかけるザラゴーサかけるヤマトミニ、シルエットかけるダークアイス、初心かな、サランの小株、マーベル錦、これもいただき物のエストレラ、シノノメかけるノバ、オレンジボール、ダーククリスマス、これが割れちゃってますけどコロラータタパルパの小株、レッドベルベット、ピンク妖精、ルッソ、クリスマスかけるメキシケンスザラゴーサ、サーターです、モンブラン、絵画から、千代田の松かけるラウイ、その奥にはラウイ、その奥にいるのがよいしょアイオニック、エレガンス、オリオン、ブルーハイヒール、パールボー、パールボート、レッドサン、ピンクベリー、ライトビューティーの葉差し、ペリドット、ポコといっぱい、いきますよ、ブラッディマリア×メンチャカ×ムーンストーン×読み方わからない、こんな感じ、白樹楽、ルエラ言いましたっけ、ルエラ、他の辺は好きなフラスラたち、木の皮とか木の皮ニシキとか白タエ、フラスラとかセダムとかがこの中にいます。こんな感じ、南十字星とか星の王子とか、はい、こっち側の棚はこんな感じです。いっぱいいましたけど、春からの狩りの参考になればいいなと思います。2日にわたって、私のコレクションの多肉棚のコレクションの右と左見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。あ、ちなみにこれはコロラータ×鑑定、こっちがラウレンシス×マクドガリーコファイ、2022年の動画は今日で最後になります。
ほぼ毎日更新で2022年も突っ走ってきましたけども、体をね心配してくださる方もいっぱいいてありがたいなと思ってます。ありがとうございます。でもね、無理せず頑張ってるので、2023年もご覧いただけたらなと思って、楽しい動画をなるべく楽しんでもらえるような動画を作っていきたいと思ってますので、来年もよろしくお願いします。今年1年お世話になりました。そんな時にですね、実は私ステッカー作ったんです。昨日届いて、インスタではね、インスタのストーリーではちょっとあげたんですけど、ステッカーが届きまして、私も初めて今開けてます。こんな感じでびっくりマンチョコと同じサイズ感なんですけど、まあ、ちっちゃいですけどね、ステッカー作りました。でお会いした人とか欲しいよって言ってくださる人に配っていきたいと思いますので、また私を見かけたら声かけてください。常に持っとくようにはしておきます。私自身もね、スマホにペタッと貼ったり、パニックカゴ、カゴに、前カゴにピタッと貼ったりしたいなと思ってます。ちょっとお知らせでした。可愛い感じに、ちょっとね、子供じみてますけど、ちょっと可愛い感じに仕上げてみました。よかったら声かけてください。改めまして、今年1年お世話になりました。来年も2023年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございます。2023年1月1日の動画でもお会いしましょう。柳でした。またねー。良いお年を。